嫌いになりたいあなたの夢を見て、時計はお昼になりました。どこかにいた心を呼んだけど、なかなか帰ってきてくれないよ。ありがとう。今日は2人の距離お届けしました、土曜日がやってきましたが、皆さんお元気ですか？ガジユキコです。今日はね、この動画で私がやってることをプラスワンしたいなと思って、ちょっとお知らせをしようと思うんですけど、毎日ねこうやってお届けをしている動画なんですけど、私の中のこう楽曲一つと、あとはね実は毎日お洋服ね変えてたんですよね。なんで毎日こう違う服を着る家事をですね見ていただけたら嬉しいななんて思いますので、なんかねこう私他のコンテンツでハッシュタグで、スイッチコラムっていうツアーに向けての思いを書いたり、日常のスイッチについて書くコラムをやってたり、あとはハッシュタグ家事チラって言って、私のこう日常音楽やってる時とか、こうパソコンでまあ仕事してる時とか、いろんな様子をですねこうチラッとお見せする家事チラっていうのもやってるんですけど、なんかこのコンテンツにこう洋服に関するハッシュタグをなんかつけれたらいいななんて思いついたので、ちょっと考えてみようと思います。でこのコンテンツも、今はこんな時だからできることっていうタイトルでやってて、まあ分かりやすさっていうところでそのタイトルをつけたんですけど、なんかもうちょっとポップな、なんかなんだろうな、毎日見て楽しいコンテンツにさらにしていくために、ちょっとなんかハッシュタグとか考えてみようかななんて思ってました。で土日、おそらく外出自粛ねしてこれからもやっていくんだと思うんですけど、やっぱりこう昨日はなんか情報をねちゃんと取捨選択して自分のできることをしていこうねっていう話をしたんですけれども、やっぱりテレビとか見てると不安になってくる方とかもいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそういう時はね人とこう、私も結構最近家族の LINE がすごい活発に動いていて、みんなで会話するようにしてるんですけど、やっぱりこういう時だからこそ人とね
あのこういう携帯も今ありますから、テレビ電話もできますし、なんでこうコミュニケーションをねどんどん取っていけたらいいんじゃないかな、それで心がちょっとなんか温かくなるんじゃないかななんて思いながら、でそのコミュニケーションの一つとしてこの私のね動画も見てもらったら、そしてコメントとかをいただけると嬉しいなと思います。で今 SNS の私のツイッターはですね、コメントを開放しているというか、リプライに対して私もお返事をさせていただくようにしています。なのでいろんなねことがありますけど、皆さんと一緒にこう SNS を通じて引き続きコミュニケーションを取っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で来週の火曜日 YouTube ライブがまた録画放送の分が配信になります。その日も私はコメント欄で、参加して皆さんと直接コミュニケーションをリアルタイムで取っていこうと思いますので、ぜひ、火曜日21時ですねご参加いただけると嬉しいです。そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、果汁きこでした。素敵な週末をお家で過ごしましょう。バイバイ。